緑バス、緑バスは東京都練馬区のコミュニティバスである。当初の成立経緯から3種類の名称で運行されていたものを2009年7月16日にこの名称に統一した。そのうち最初の旧練馬区シャトルバス現ホーヤルートは1991年に運行開始とコミュニティバスとしては全国的にも早い時期の開業となっている。 全6ルートのうち4ルートを、西武バス2ルートを国際工業バスが受託している。練馬区内のコミュニティバスは、1991年に試行運行開始、翌年から本格運行開始した、区内の行政機関の連絡用の練馬区、シャトルバス、交通空白地域の循環バスとして2003年に試行運行開始した練馬区バス交通実験、福祉施設送迎用バスを出自とし、 2005年に、区内病院へのアクセスを主眼として、運行開始した練馬区福祉コミュニティバスの3種類の名称で運行されていた。この3種類の名称、サービスの統一に際し、緑バスの愛称が制定された。このうち、練馬区福祉コミュニティバスについては、2005年7月に、試行運行開始後、2007年3月まで、東京福祉バスが練馬区から運行の委託を受け、 道路運送法21条の2で運行を行っていたものを前年2006年の道路運送法改正を受けて同年4月からは道路運送法4条の一般乗り合い旅客自動車運送事業者による運行に変更したものであった。また、1991年に運行開始した練馬区シャトルバスはコミュニティバスとしては早期の1990年代初頭の開業であり、 西武バス最初のコミュニティバス運行受託であった。上石寺営業所ではこれに続き、1996年には、旧、豊谷市のコミュニティバス、キャンバスを運行受託した。その後合併により西東京市、花バスに発展し、滝山営業所へ移管。また西武バス全体では、新座営業所で1994年に、浅香市内循環バス、翌1995年に、新座市、 シャトルバス2007年廃止の運行受託も開始している。以下の6系統が運行されている。いずれも12月29日から1月3日は運休。なお、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災による燃料供給事情悪化の影響で、北町ルート、日川台ルートは2011年3月15日の3月24日、宝屋ルート、石町ルート、 大泉ルートは3月16の3月21日の間運休となっていた。1991年8月、練馬区、シャトルバスとして、試行運行を開始し、1992年4月より、本格運行に行こう。6時台から20時台まで、朝は30分間隔、他の時間帯は45分間隔で1日19、往復運行。 2009年7月16日に、運行時間帯拡大と19往復への増発、停留所の増設が実施された。都民農園練馬光が丘病院館で停留所が増設された現在でも、他のコミュニティバスのように短い間隔の停留所設定はされておらず、一般の路線バスよりも数が少なく、間隔が長いのが特徴。2013年10月16日に、 高野駅南口交車場での交車2番乗り場からの発車途中停留所の増設が実施された。それまでは高野停留所として、交車は駅前の都道233号場の三菱東京 UFJ 銀行国支店玄関先で、発車は東町三丁目停留所付近の西部バス奏車場内からであった。2013年10月16日以降も、 三菱東京 UFJ 銀行法や支店玄関先には建物の壁面に校舎専用を表すプレートが残っていたが2015年5月頃にこのプレートの練馬区緑バスの文字に青ガムテープが貼り付けされた状態となった。また練馬区主要区道67号線が拡幅整備された後は法屋駅北口からの発着が予定されている。 2003年3月、練馬区バス交通実験として、試行運行開始。7時台から20時台まで、60分から65分間隔で1日13便、運行。下記経路変更以前は60分間隔で1日14便、運行であった。2011年3月25日に、経路変更が実施され、自衛隊前北町2丁目当館で、 練馬北町車庫経由となった。ただし昼の1便と当該区間の車両通行規制時間帯に入る夕方の3便は従来の北町小学校経由のままとされている。当初は同年3月16日実施の予定だったが、前述した東日本大震災による運休の影響で順延された。2005年7月11日に練馬区福祉コミュニティバスとして、 東京福祉バスの福祉園送迎バスを活用する形で運行開始。2007年4月、西武バス場石碑営業所へ運行委託事業者が変更されている。石町福祉園発は7時台から18時台まで12本、順天堂練馬病院発は8時台から18時台まで11本、朝は75分間隔、日中は60分間隔で1日11点を、 往復運行。緑バスへの名称統一に際してのダイヤの変更はない。2011年3月30日に、現行の関区民センター、武蔵関駅を経由する経路に変更された。2005年7月25日、関町ルート運行開始の2週間後に、関町ルート同様の経緯で、練馬区福祉コミュニティバスとして、東京福祉バスに委託して、運行開始。 2007年4月、石町ルート同様の経緯で、国際工業バス、練馬営業所へ、運行委託事業者が変更されている。1日12から15本の運行で、日中は60分間隔で運行している。光が丘駅練馬光が丘病院間を経由する、緑バス3ルート、宝や、北町、日川台のうち、このルートだけが、途中の一般路線が停車する。 赤名雲公園停留所に停車する。練馬2.02からには、始発便のみの運行で、車両通行規制時間帯のため、両方向とも練馬駅には乗り入れない。枝番付の系統は出入庫運用である。2014年4月16日、国際工業バスコ03系統の運行休止に、伴い練馬駅、東部練馬駅を通る経路に再編された。 2008年1月7日、ネリーマック福祉コミュニティバスとして運行開始。当初から西武バス場石磁営業所に運行委託。7時台から19時台まで30分間隔で1日25便運行。緑バスへの名称統一に際してのダイヤの変更はない。2011年12月16日に運行開始。緑バス統合後に新設された。 唯一のルートである。当初から西武バス場石磁営業所に運行委託。練馬区が2008年度に策定した公共交通空白地域改善計画で南大泉地区への導入が提示された路線で地元住民等との協議を経て運行開始に至る。7時台から19時台まで朝は70分間隔、日中は60分間隔で1日13。 往復運行。なお、宝谷駅入口発の第1便と夜の2便、宝谷駅入口行きの朝の2便と最終便の計算往復は、宝谷駅入口武蔵関駅南口間の運転となる。宝谷駅入口停留所は、宝谷ルートの宝谷停留所から離れた駅南側の練馬区南大泉地内で、到着は練馬区立駐輪場前、出発は、 旧は瀬田道流へとなる。開通当初は、練馬南大泉市郵便局から、富士街道を通信する法屋駅入り口、西武車小前間の経路であった。2013年3月16日に延伸、経路変更。西武新宿線への連絡改善の要望を受けた。結果、富士街道を精神した後、新大梅街道を経由して、武蔵関駅、関町福祉園へ向かう。 現行経路とされた。北町ルートを除き、練馬区、コミュニティバス共通の白、緑の旦に、樹木のデザイン入りラッピングの専用車。東京福祉バスが、自宅運行していた頃は、メルファが、石町ルート、日川台ルートで使われた。2009年7月16日の増発時から2011年までは、ホーヤルルートでも一部の便で使用されていた。9 練馬区、シャトルバスは、過去には、荒野光が丘線、現、荒野ルートの他に、関町練馬区役所ルートの路線が1991年、平成3年8月から存在していたが、1997年、平成9年12月19日の都営地下鉄12号線の新宿駅までの延伸開業を機に、同年12月29日に廃止された。地下鉄と、 平行しているルートではなかったが、練馬区法や配布時刻表などには、都営地下鉄12号線をご利用の上、区役所などへおいでくださいとあることから、最寄りの地下鉄駅もしくは既存の路線バスや西部、新宿線中井駅を介して、代替ルートの設定としたのである。1991年の開通以来、年10%前後のペースで、利用率は伸びており、 1995年度の年間利用者は約2万人に達していた。しかし、法や光が丘線の1日8往復、当時の運行に対して4往復と少な、複数の鉄道駅へ接続し通勤通学に利用するには便利とは言い難い面はあった。区内公共施設への足としての設定に特化して運行されるという本来の運行目的と区の財源見直し等が、 廃止の一員へと繋がったのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。